地球は硬いか、柔らかいか。地球から大気や海水などの水を除いた部分、つまり地面から下を固体地球と言います。では固体地球は文字通り硬いのでしょうか、それとも実は柔らかいのでしょうか。最初は固体地球を構成する基本物質である鉱物について見てみましょう。これは石英の大きな結晶で、水晶とも呼ばれています。本来はこのように無色透明な結晶ですが、花崗岩ではこのように灰色に見える部分が石英です。石英は硬い鉱物と言われていて、このようにカッターナイフで傷をつけようとしても傷つきません。ところがハンマーで叩くと簡単に割れてしまいます。一般的に傷つきにくいという意味で硬い物質は衝撃的な力に対しては弱い、つまり脆いことが多いのです。本展示では石英以外にも人工サファイア、ろう石、石灰石などいろんな鉱物を用意しています。カッターナイフ、紙ヤスリ、ガラス切りなどで傷をつけられるかどうか実際に体験ができます。これはクロウンモです。花崗岩などに含まれていてよく見られる鉱物です。手でも簡単に引き裂いて紙のように薄くすることができますが、このようにハンマーで叩いても簡単には壊れません。この性質には結晶構造が関係しています。このように硬い層と硬い層の間に柔らかい層が挟まった構造をしているため、この柔らかい層が簡単に引き裂かれてしまうのです。クロウンモのように結晶構造に由来して特定方向に割れやすい性質を壁解と言います。本展示ではいろんな鉱物の壁解体験もできます。その中にはこのように地が浮き上がって見えるテレビ石や、地が二重に見える方解石も用意しています。上手に壁解できるでしょうか。これはヒル石という鉱物です。クロウンモに水が作用して柔らかい層に水を含むことによって生成したと考えられています。これを火で炙ると内部の水が気化してこのように膨れ上がります。この様子が血を吸って膨らむヒルに似ていることからヒル石と呼ばれているのです。本展示ではヒル石の膨張実験をご覧いただけます。このこんにゃくのように力を加えると変形し、離すと戻るような変形を弾性変形と言います。加えた力に対する弾性変形のしにくさを表す弾性率というのも物質の硬さの一種です。地震波速度から地球深部の弾性率を推定すると、深さとともに硬くなる傾向が見られます。これは岩石を構成する鉱物が地球深部の圧力によって高密度に圧縮されて硬くなることによるものだと考えられています。それでは固体地球の浅い領域ではどうでしょうか。我々が目にするような地球表層にはいろんなスケールの割れ目、隙間が存在しており、地球表層を柔らかくしていると考えられます。これはこんにゃく石という珍しい岩石です。本当のこんにゃくほどではないのですが、このように指で軽く押すだけで目に見えて曲がります。この岩石は石英粒子が緩んだジグソーパズルのように組み合わさった構造をしており、それが柔らかさを生んでいると考えられています。土や砂も構造が柔らかさを作っている例です。これらは緻密な岩石が長い年月をかけて風化することによって生成します。土や砂の粒子の間には広い隙間があり、粒子間の結合は弱いため柔らかくなるのです。それは硬い鰹節から柔らかい削り節ができる様子と似ているかもしれませんね。本展示では土や砂の柔らかさに着目した研究例についても紹介する予定です。理学研究会ふ頭ロビーで行われる本展示にぜひお越しください。